クリスマス仕事があればよかったのに。どうもどうもです。まあ今年も一人で苦しみますということで、まあ、やっていきたいんですけれど、まあ、今日やっていく動画はこちらです。桐崎英二さんの指パッチンの動画編集をやっていきたいと思います。昨日あたりなんですけど、桐崎英二さんとその桐たんぽさんでコラボした動画がありまして、桐崎英二さんの指パッチンのやり方が書いてあったのでやっていきたいと思います。やり方なんですけど、こう15回ほどこうパンパンやって、こうやってカットで切ってやっていくっていう編集です。それではやっていきます。この指パッチンなんですけど、僕あの中学生の時にやたらと持ちたくてやったことが3つあるんですけど、1つはバスケの球技大会でこういいとこ見せたら持てるかなと思って、そのブザービートのドラマ見ながらこう練習してました。で結局そのバスケットもバスケ部のそのレギュラーじゃない人にワンオンワンで勝てるぐらいのその実力までついたんですけど、結局球技大会はなかったです。で2個目はペン回し、授業中にこうペン回しをただひたすらやってました。3つ目が指パッチンです。でちょっと音楽の先生が指パッチンしてたの見てめちゃくちゃかっこいいな思ってやったんですけど、結局あのただの自慢で終わってしまうっていう話です。まあ、あともう1個だけあるんですけど、このカード種も仕掛けもありません。これをはい、まあ、やり方なんですけど、こうですね、こう横で正面から見たらこんな感じです。もうちょっと高い、まあ、この4つですね。中学校の時に持ったくやりました。結局気になる子にはシャイなので喋りかけられないっていうオチで終わりました。まあ、今回はその指パッチンのだけの動画になるんですけど、普段いろんな動画も出してますので、どうぞよければ見てください。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。僕も仕事やってるんですけど、風邪や体調管理など気をつけて頑張っていきましょう。じゃあ、バイバイ。